急に変な声出す人。おはよう。メイクしようかな。しよう、うん、する、うん、迷ってる。いや、無理だ。そんな元気ない。無理だと思った。なんか気持ちで負けた。今ハサミ、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 まつげのピンセットとかもダメなのかな。これって刃物って言われるのかな。さすがに必要なんだろう。絶対前髪終わるんだけど、前髪っていう概念なくしとこうかな。もはやね、
リンオリンピック見に行くの？だってはい、行こうかな。おはようございます。前髪絶対終わるんだけど、どうしよう。早くしよう。ほんの数時間前までメイクしてたのに。どうしてまたメイクすんの？どういうこと？どういうこと？カズさんハートありがとう。
地球で可愛い一番生き物やばい、もう疲れてる。なめこしよう。よかったね。なんせ仙台まで行きましたからね。長距離。なんかロボット生えてきた。ポイって投げ捨てるじゃん。ごめん。どういうこと？よくわかんないから無視しとくね。やばすぎ。
オッケー。早い。眠たいよ。あれどっちがどっちなんだっけ。こっちが1時間あれちょっと待って、わかんない。あっちのだこあん、あっちの4時から11時ってことだよね。私が配信できる時間、違う？分かんないや。もう時計日本時間にしとこう。でもそしたらじゃあ 何時集合でって言われたら集合できないんだよね。困るそれは困る。アビオだけいませんってなっちゃうから。わかんない。どっち？そんなギリギリにならなきゃ何時でもいいのか。それを祈っとこう。何時から何時まで仕事なんだろう。めっちゃなまってた。ファンデーション塗らないコンシーラーだけ。まあ、ありがたいことにね、肌が綺麗なんですよ。
もちろん超綺麗ってわけじゃないよ、そりゃ。でもまあ下地、日焼け止めと下地くらい塗っとけば、まあまあまあそれなりにバレないみたいな。ちょっと気持ちクマ隠したいけどねみたいな。そんぐらい。最近てか昨日から新しく始めたメイク法があって、チークをねこう足すと思うんですけど、このチークの部分に一緒にちょっとだけハイライトを乗っけてあげるっていう。そう、こうすることで何か良さそうみたいな。うっすらね、やりすぎるとテカって見えるから。粉のせてるとき、なんか長時間のメイクのときとか、見本にしてるメイクないです。なんか本当にツイッターとかで回ってくるやつだったりとか、あとなんかこれやってみようかなみたいな、なんかこういうことやったらどうなるんだろうみたいな自分の探求心とか、あとなんだろうな、何を参考、まあでもゆきりんさんの YouTube とかはよく見てますね。普通にメイク道具だけじゃなくて普通によく見る。
方がやりたい。顔は最悪。大丈夫。髪はアイロンをね。そうだから髪の方がやりたいか。この間さ、桃が5個で300円で売ってたの。なんかスーパーとかじゃなくて、なんか売り場みたいなところで。え、5個で300円ってめっちゃ安いじゃないですか、普通に考えて。え、結構ちゃんとした桃しかも。え、めっちゃ欲しいと思ったんですけど、あのそれが帰りだったらよかったのよ。帰りだったら買ったなんだけど、そう、今から仕事場に行くぞっていう時だったから買えなくて。さすがに仕事現場に桃持ってくわけにはいかんやん。そう、だから諦めましたけど。おはよう。メイク直しキット持っていかない予定だったけど持っていくか。もうもはやメイク道具全部持ってこうと思ってたから。そう、もはやね、もっと重い普通にもっと重い。メイク直しだけでいくことにした。じゃあこれここ入れなくてもよかった。ミスった。せっかく綺麗に整頓してたのにね。
私の足がラメになった。足と手がラメだらけ。中指キラキラ。やったね、嬉しい。早起きですな。でもマスカラはミルクタッチしかしない。スカイハイやらない。今日いつもはスカイハイしてからその上からミルクタッチをやってるんですけど、今日はミルクタッチしか塗らない。あんま束感ないな。ちょっと寂しい。あ、でも一旦固めてから上から塗ろう。一本一本の束が太くない。いつものマスカラと違うから。おはよう。ね、髪の毛やらなきゃって言ってんのにさ、なんでずっとまつげしてんの。うち てかほんまに何持ってったらいい。昨日何時に帰ってきたの？覚えてない。内緒。
書いた通り。これ入れてみる。ヘアアイロン。危ない、ラーメン入れんの忘れた。マジで危ない。なめこ、やばい、まつげのピンセットも入れてない
今のおはようの言い方可愛くね。ごめん、自分で言うことじゃないでもちょっと可愛かった。可愛いなって思っちゃった、自分でも。ございます。ちょっと、ちょっとだけ前、そんな時間ある？今何時？51分。そんな時間なくね？そんな時間なくねって言いながら巻いてんだけど。もう一回巻いちゃったから全部巻かなきゃいけないんだけど、何やってんだろう自分。なんか巻きたくなっちゃったよね。急ぐ、まあ最悪ハーフお団子とかっていう、そう、強行突破みたいなあれもできるし、そう、まあ多分間に合うよ、大丈夫。ウェーブなら割とすぐ巻けるし。
失敗は黒い服着てるからどこまで巻いたか分かんないっていう失敗。それぐらい。アイドルやってなかったらさ、今どんぐらいアレンジできてるんだろう。私自分の髪の毛、これどっち、外巻き、待って、ちょっとさっきどっちに巻いた、内か、じゃあ外だ。てか髪どんぐらい長いんだろう、アイドルやってなかった。普通にもう根本からアイドルやってなかったら13歳から一回も。だってさ、まあ別に巻かなきゃいけないわけじゃないけど、アイドルでもまあ握手会とかで巻いてた方が可愛いじゃん。巻いてた方がなんかお洋服の雰囲気に合うなとかあったりとか、間近でこうプロの技を見れてるから、ね、ちょっとずつ自分も勉強できてるわけじゃん。ってなった時に、じゃあアイドルやってなかったらどんぐらい私に美容の知識があったんだろうって、うん、こっちだからこっち、カールアイロンの方がウェーブも作りやすいな。なんでメイクさんってあんなストレートアイロンであんなに綺麗にウェーブ作れるんだろう。すごいな。半分。
朝の1時間ってマジで時間ないね。本当に。はじめまして、どうも。なんかさ、今日じゃない、昨日のさ握手でさ、めっちゃさ、いろんな人に、いろんな人ってか、まあ3人4人ぐらいにさ、ハルピョンオールスターは興味ないのって言われちゃったんだけどさ、いやもうオールスター見てる余裕もないんだよね今正直な話すると、そう、すごい申し訳ないんだけど、そうなのよ。ここ最近、そうだからね、オールスター、去年のオールスターとか録画してあったんだけどさ、めっちゃ見たいと思って、そう、もうお祭りやんオールスターなんて。でもさ、もうさ、録画のさ、もうドラマも溜まってるからさ、容量なさすぎてさ消しちゃったそう、そんな感じ、本当に今のうち。アイロン、これ持っていきたい、めっちゃ。でもこれ持ってったら壊れるからダメめっちゃこれ持っていきたい、最強アイロン。ちょっと持っていきたい。いや、もちろん自分よりも忙しいメンバーがいるってことは十分承知の上で今喋ってるので、ハルピョン、お前より忙しいメンバーがいるんだよっていう言葉はなしで、はい、十分承知の上で喋ってます。知ってる、それは知ってる、マジで。
でも人によってキャパって違うじゃん。私別にそのメンバーも今のその大変さが大変だよって思ってないわけではないかもしれないじゃないですか。とりあえず仕事飛ばさないようにだけ頑張るから許してほしい。忙しいってどれだけ口で言ってても許してほしい。仕事飛ばさないように頑張るから、それだけは頑張るからお願い。お願い。よし、できた。ゆるっとふわっと巻き完成で、全力で固めてこ。オッケー、無事完成。ちょっとこっからは急ぐ世界、橋本春奈が急ぐ世界線。頑張ります。ということで、皆さん朝の支度配信見てくださってありがとうございました。このあとね、このあともね、頑張っていきたいと思います。ということで、ごめん、ちょっとランキング読んでる時間もない。みんなありがとう、本当に。夜はちょっとできるかわからないんですけど、できたら見てください。ということで、ありがとうございました。またね。ありがとう。バイバーイ。ありがとう。